アービデール旧小海定はオーストラリアの小海定。14隻がオースタルによって建造された。オーストラリア海軍は保有する15隻のフリーマントル旧小海定の老朽化に伴い、1999年により更新計画 C1444 を立案していた。これに対してディフェンスマリタイムサービス図が設計し、建造を オースタルが担う分担で応札した。2003年12月17日には DMS の案が採用され5億3300万ドルで12隻の建造が決定。2004年10月には2隻が追加された。建造はオースタルが所有するフリーマントルのヘンダーソン造船所で行われた。停滞は総アルミニウム製であり、難易50度以内での活動は考慮されていない。 高速艇の商船規格に軍艦構造を組み合わせたハイブリッドであり、環境汚染と安全規格については民間船のものに準じているシーステート5まで対応し、シーステート4で全ての任務をこなして25ノットでの24時間、巡航がシーステート5で主要な捜索任務をこなすことが求められている。3000回りの航続力を用いて1000回り離れた。 洋上で42日間の任務に従事可能とされている。対構成はフリーマントル級よりも大型で半滑走型の V 字型停滞とスタビライザーにより能動的に海面の変化に対応することが可能となっている。標準的な乗組員の構成は船長を含む主官7人、下士官四人、5長、兵十八人の十九人である。船室は船長室一 士官用二人部屋ん、可士官用二人部屋に、五丁、兵は二人部屋一に四人部屋四となっている。加えて、簡易寝台二十台を運用可能である。オーストラリア海軍では、二十一人で運用している。手法として、台風 RWS 上に、M242-25mm 機関砲を装備しているほか、ブリッジ後方両限に、 M2HB12.7mm 基銃角一丁を有する。搭載艇は、ゾデアックの複合艇 ZH733 を2隻、後部甲板上に搭載している。光学機器に加え、スペリーマリーンの E、KI、I バンドレーダーブリッジマスター E トベーシステムズ、オーストラリアのイザム装置プリズム3を備え、通信機器は、CEA テクノロジーズ製のものを採用している。 アーミデール級は、アーデント、アセール、アタック、アウェアの4個紹介底隊に振り分けられ、4隻が6組のクルーによって運用されている。アウェア隊のみ、半個艇隊規模であり、クルーも3組となっている。配置は、ケアンズにアーデント隊が配備され、他の3隊はダーウィンに配備されている。会場での捜索救難活動、不法入国阻止や、 排他的経済水域での密漁取締り等の治安維持、国境警備などに用いられている。硫化水素や一酸化炭素が内部に漏出する点が指摘されており、2006年には4人の負傷者が出ているとされる。また、燃料やエンジンのトラブルに加えて、トイレの排水不良等の居住空間についての問題も指摘されている。ABC、オーシュトルパトロール56。 オースタル。2012年12月3日閲覧。AB、HMAS アームデール。オーストラリア海軍。2012年12月3日閲覧。ザ・アームデールクラス、パトロールボートプロジェクト、プロジェクトマネージメント。オーストラリア国防省。2012年12月11日閲覧。ジョイントオーシュトルディフェンス、マリタイムサービスビットホーランリプレイスメント。 パトロールボートプロジェクト2012年12月5日閲覧 C1444 アームデールクラスパトロールボートオーストラリア国防省2012年12月5日閲覧 ABHMAS アームデールカミーシャンドオースタル2012年12月3日閲覧 ABCDC1444 アームデールクラス パトロールボートテクニカルサマリー。オーストラリア国防省。2012年12月5日閲覧。アームデールクラス、パトロールボート、オーストラリア。naval-technology.com。2012年12月11日閲覧。ab、パトロールボート。オーストラリア海軍。2012年12月3日閲覧。アウェアディビジョン。 オーストラリア海軍。2012年12月3日閲覧。アーデントディビジョン。オーストラリア海軍。2012年12月3日閲覧。アタックディビジョン。オーストラリア海軍。2012年12月11日閲覧。A.B. マイケル・マッケンナ。ガスリスクリメインズ・フォーネービー・ボーツ。オーストラリアン。2012年12月11日閲覧。 マイケルイダとオールシップシェイプザ・シドニーモーニングヘラルド2012年12月11日閲覧ザリアルシーパトロールオーストラリア海軍2012年12月11日閲覧ありがとうございます